はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はデモクラシー3の続きをプレイしていきたいと思います。でちょっと最初にお伝えしておくとですね、このまま良かれと思っていろんな政策を普通に行っていくとですね、次の選挙で負けます。5、6回やったんですけども、全敗してようやくですね勝ちパターンを見つけましたので、その勝ちパターンをですねちょっと今回は行っていくということでご了承いただきたいと思っています。じゃあまず中身から見ていきましょう。今ね支持率 52% って出てると思うんですけど、これ次ゼネスト、まあ、ストライキが起きて急降下して、それを回復するのがかなり難航するというパターンでした。では早速政策の方を取り掛かっていきます。で今ですねその支持層を見てみると資本主義者からの支持が相当に低いので、これをですねまず対応していこうということで、これに影響を与えているのが法人税、所得税、このあたりをまず一気に引き下げてですね彼らの関心を引こうじゃないかということで、今回はまず法人税を 10% まで引き下げます。これで政治力画面の左上もう4しか残っていないので、次のターンへ進めます。結構ねドキッとするような支持率が出てきます。でこれも必ず出るイベントでした、資本主義者の陰謀ということで、まあ今ね資本主義者に対しての、まあ、支持を取り付けようということで法人税を下げていってるんですけども、まあ彼らがね、何かしらの陰謀を企んでいるねっていう情報提供になります。でゼネスト起きましたね。であとボーナス積立の規制が出てますけど、まあ、これカルロス・ゴーンさんの意見があって日本でも多少議論されたと思うんですが、高額ボーナスですね、経営陣に対しての。でこれ何もしないにすると支持率がガーンと下がるので、ボーナスを制限します。まあ、実際そうするとね優秀な経営者を、招聘できないとかっていう障壁が出てくるんだろうなとは思うんですけども、ゲーム上ではボーナスを制限します。で、今回の支持率で 39% ですね。結構苦しい状態だというのが、ゼネストの結果、分かってきたと思います。なので、引き続き資本主義者対策としてですね、今回は所得税を引き下げます。28% を 10% まで引き下げましょう。で、これ何がいいかというと、これやるとですね、ゼネストでも、GDP、あるいは労働法、低収入、このあたりに響いてくるものが、実はこの所得税とかで結構、関わってくる部分になるので、これで多少なりともですね、変わってくる部分になるかなと思います。あと子育て世代もすごく評判が悪いので、子育て世代に対しては子育て支援をマックスまで入れます。これで、政治力使い切ったので次のターンを進めていきます。で資本主義者の陰謀、これその2ですね、続いてしまってるんですけども、このまま、確認をして次に進めましょう。で大臣からのメッセージが届いていますね。この大臣からの警告に関してはそれぞれ、ものによって違いました。財務大臣のパターンもあれば外務大臣のパターンもあり、防衛大臣のパターンもありました。で技術的優位性、問題が発生しましたと出てますけども、これはプラスの要因になってます。後で画面確認していきましょう。企業の救済、政策に関わる重大な内容、これもね毎回出てくる内容違いましたね。で今回は企業の救済というのが出てるので、ちょっとこれ初めてのパターンになってるので、企業の救済に関してはちょっと慎重に中身を検討しましょうか。これ選択を誤ると、まあ、下手すると選挙に負けるパターンも全然あるので、ちょっとそのパターンは下げたいので、中身をちょっと確認しっかりしていきましょう。で中身見ておくと、国内最大の自動車会社の一つインタースピード自動車株式会社は深刻な資金難に陥っており、倒産の危機に瀕していると。企業を助けるか何もしないか、まあ自由資本経済観点からすると助けちゃいけないと思うんですけど、ただね日本航空の件もありましたよね。ここは助けます。どうなるかどうか。今の、選挙での得票率は 54%。このまま行けばいいよね。今回もですね、ちょっと中身を見ていかなきゃいけない部分あるんですが、まずゼネスト対策。低収入世帯に対して、所得税の引き下げしてね、公営住宅とか失業手当、このあたりをもうちょっと入れてあげてもいいのかな。失業手当まず見ますか。
失業手当の増額で14つかか。どうだろうな。資本主義者の。反感を買いそうだな。であれば、ストリートギャング対策って、警察力を強化しておきましょうか、まずは。最大値に変更。で、あとは、そうだな。この54%をいかに維持するかだけど、子育て世代もう一度見ておく。拳銃砲ね、減らしたいよね、本当に。環境。ハイブリッドカー。ハイブリッドカーは、どうだろう。ハイブリッドカー入れておくと石油の需要も下がって環境主義者も良くて、で、プラスの要因しかないもんね。金はかかるけどこれを入れよう。じゃあ、あと8残ってるので、まあ、受けがいいものをやっぱり積極的に狙っていきますか。子育て世代にビビッドに響くものがいいよね。麻薬拳銃砲オービス。このあたりはね、足りない、いや、足りないよね。足りないんですよね、結局。政治力が8しかないんで。となると、ゼネスト対策になるよね。ゼネスト対策は、公営住宅。7しかなかったっけ？ちょっともう一回確認しよう。7だよね。8ある。ありがたやー。これで公営住宅を入れて。少し、彼らの関心を買おうじゃないか。公営住宅とかって今あんま流行ならなそうですけどね。さあ、選挙だ。集計結果を見よう。これ勝ちパターンだね。負けパターンはもうこの時点でね、対立政党と互角の戦いになりますね。よし、選挙に勝った。こっからですよ。こっからまた任期3年あるんで、頑張りましょう。集計結果の内容を見ていきます。いやー、資本主義者頑張ったけど、それでも得票率11%か。なかなかきつかったねー。社会主義者とかから、あるいは定年退職者、まあ、定年退職者と子育て世帯、このあたりで巻き返しが効いた感じかな。少数民族に関してはそもそも投票率が0%っていうね。あと、次の時見ておくのだとどうなんだろうな。自営業は資本主義。このあたりにてこ入れをしていかないと厳しそうかなっていう感じがしますね。健康がだいぶ下がってるよな。健康が下がっているのは、まあ、オービス入れたりとかっていうのが関係あるとも思えないけど、アルコールの乱用、医師のストライキ、医師のストライキ痛いよ。医師のストライキはさ、民間のヘルスケアサービス。こういうのをもうちょっとしっかり入れていかないといけなかったのかな。じゃあ次の、任期、やっていきましょう。では、確認していきます。ここまでたどり着くのに結構時間かかっちゃいましたからね。何回もパターンを試して、まあ、確実に勝てるパターンでばらまきを行ったんですが、大臣からのメッセージ。外務大臣ですね。まあ、気に入らんと。で、宇宙契約獲得。ほう。これ嬉しいな。我が国の航空メーカーの一つはちょうど今新しい飛行機を製造する大きな、契約を獲得しました。まあ、日本だとね、三菱、がね、航空産業、中型旅客機に参入、再参入かな？してると思うんですけど、あれの受注状況ってどうなんでしょうね。一時受注しただしないだっていう、ボンバルディア航空といざこざがあったりなかったりとかっていうニュースになってたと思うんですけど、最近そういうニュースあまり見ないですね。続いて、暗殺計画は失敗。よかった。これ死ぬパターンも結構あったんで。で、世界経済 OK だね。世論調査は65%。これ過去最高だな。で、続いて、大臣たちの忠誠度が高くないと言っている？お、誰だ？私に忠誠を誓わない者は。外交福祉、このあたりか。
外交は支持母体が宗教派閥なんだな。外務大臣はこれ任期上がったんで内閣改造しましょう。まず罷免する彼をね。でここに大臣候補はどうしようかな。まず環境主義者勝子小山さんにする。環境主義者からのねそのいわゆる支持が厚いはずなので、私たちは下学に宗教は厳しいよね。なので勝子小山さんにしましょう。勝子小山さんを任命していきます。はい、これでいいかな。ちょっとバグっちゃって、大臣の顔が出てないですけど、これ多分リブートしたりしたら治ると思います。実際にはここ閣僚の画面に大臣の顔が出てくるんですけど、大臣の顔が今ちょっとバグっちゃってますね。税金とかもちょっとまずいな。運転手か。運転手もちょっとまずいから罷免する。大臣候補で有力な人がいれば、支持母体まず確認しましょう。環境主義者、公務員、定年退職者、通勤者、このあたりだね。ちょっと覚えておきましょう。環境主義者、公務員、貧困層、農家。農家も悪くないもんね。っていうのを踏まえた上で税金。お前の代わりに、しっかりと対応してくれる人を入れよう。農家、ありだな。子育て世帯、ありだな。ちょっと能力的にはね、その、経験値がレッドライン達しちゃってますけど、なおこ、三好さんを任命していこう。まず、税金担当、財務大臣、罷免する。その上で、大臣候補。ここは、なおこ、三好さんを任命していきましょう。内閣改造。さあ、じゃあこれで、次のね、任期3年を全うしていきましょう。我が国を強くするために、問題が起きているところから手こ入れをしていかなきゃいけないんですけど、政治力をねもうちょっとしっかり獲得していきたいよね。まあ、財政はちょっとこの際見たくもないんですが、一応見ときましょう。支出はでもだいぶ下がってはいるね。収入もだいぶ下がってんだろうな。いや収入やばいことになってるなこれ。所得税と消費税ちょっと上げていかないとまずそうだな。このまま行くと財政が破綻するな。いやいや困りましたね。 GDP をまず上げていきましょう。じゃあ GDP 上げる内容としてはどうしようかね。ガソリン税、郊外規制、農村の開発資金はありだよね。農村の開発はちょっと入れていこう。まあ、今回どちらにしても政治力が足りないので、今回は政治力はためにかかりましょう。まあ、せっかく任期3年伸びたんで、このターンはねその喜びをかみしめていきましょうか。内閣の改造もやったし、また何資本主義者の陰謀なの、怖いな。大臣からのメッセージ、宮山さん、産業大臣ね。石油供給の防衛。国内の石油会社の代理人が我が国が持つ中東の製油所をテロリストから守るために政府による軍隊の海外展開を要求している。まあ、これも中東派遣の話と、なんかタイムリーですね。軍隊を送るか、軍隊を送らないか。軍隊を送る場合の選択肢から見ていきましょう。まあ、自衛隊を持っているので、自衛隊を派遣しましょうね、と。で、海外派兵を置かなければ石油の供給が困難になる。で、軍隊を配備しない場合は外交問題に発展する。ここは軍隊を送ろう。送っちゃおう、もう。で、世論調査の結果、57%。ただ、57% とはいえ、収入がやばいことになってるからな。犯罪も下がって、てるし貧困も下がってるけど失業がちょっと上がっちゃってんだな。
微増してますよね。さて、どうしようかな。子育て支援とかもうこれ以上入らないからな。はい。では今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、新しい任期の新しい政策、これを、しっかりとですね、次回からプレイをしていきたいと思います。宗教派閥か資本主義者、資本主義者をしっかりケアしていくのが一番いいのかなと思うんですけどね。資本主義者、彼らを。ケアしていくっていう対応なのかな。公害の規制とかを入れると、資本主義者なのか環境主義者なのかどっちなのかっていうことだよね。資本主義者を下げるわけにいかないからな。ただ、どうなんだろうね。GDP も上がってってことを考えると、公害規制を少し緩くするっていうのはありだよね。広範囲な公害監視程度にしておいて、GDP の底上げと資本主義者からの、支援の取り付け。環境主義者は多少下がりますけどね。ちょっとこのあたりも考えていかなきゃいけないのかなってところですかね。あとはどうだろう。消費税。これ以上も下げるの。おお、消費税まだ下げられるじゃん。消費税ドカッと下げちゃうっていうのは割だよね。10% とかにね。で、あとは、資本主義者で言うと、国民年金、公営住宅、失業手当、健康税額の控除、株の自動売買規制。これをさ、入れるのがいいのかどうかって微妙だよな。僕そんなに株持ってないんでね、数は。資本主義者からやっぱりしっかりと取り付けていきたいからな。GDP だよね。やっぱ GDP なんだよな。GDP をどうやって上げるかだよね。ガソリン税を下げて、資本利得税も下げて、そんなあたりなのかな。あとは有権者の評判がいいものをやっぱり入れていくっていうのも重要ですよね。有権者からの評判が良くないものを入れてもあんまり意味はないので。というところでちょっと次回このあたりをしっかりプレイを入れていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。